愛媛県の松山地方に伝わる郷土料理である。祝い事や訪問客をもてなす際に出され、瀬戸の小魚の旨味を生かした甘めの寿司飯が特徴となっており、地魚が散りばめられているバラ寿司である。四季は松山寿司を故郷の味として愛し、機会があるごとにつけて食べていたようで、後年、松山寿司を郷土料理の誇りとしていたことが有名な語り草となっている。 1892年8月、大学予備門の学生だった、夏目漱石が初めて、松山を訪れ、正岡四季の家に立ち寄った時、母、八重がもてなしたのが、松山寿司であり、漱石は大いに喜んだ。和服姿にあぐらをかいて、存在な様子で箸を取る、ホトトギスの前で、極めてつつましやかに紳士的な態度であった漱石は、 洋服の膝を正しく折って正座し、松山寿司を一粒もこぼさぬように行儀正しく食べていたそうで、その時の様子は、同席していた高浜巨子が書物の中で回想しており、後々に語り継がれている。また、グルメであった四季にとって、母がこしらえた松山寿司が、故郷の味であり、愛する松山の大切な思い出でもあったようで、このことは、四季が、 松山寿司に関する俳句を数多く残していることからも伺い知ることができる。四季の苦日我に法ありくんをもてなすもぶり寿司ふるさとや、おやすこやかに寿司の味われアイス、我が予習松山の寿司なお、後実談として1895年の春、松山中学校の教師として創籍が再び、松山を訪れた際、第一番に所望したのが、松山寿司だったそうで、 漱席にとってもお気に入りの松山料理であったことが想像できる。ちなみに、巨子と並び一生される、川藤壁ごとも松山寿司を食べていたことが辞書の中で記されている。一番の特徴は、エソやトラハゼなどの瀬戸の小魚で出汁をとった甘めの合わせ酢で寿司飯を作り、その中に刻んだ穴子や季節の野菜をもぶすことにある。そして、その上に、 禁止卵を散らし、最後に季節に応じた、セットの魚介類をお好みで盛り付ける。本格的な料理店では、ウニや車エビを使って豪華に、居酒屋では、酒の魚になるよう刺身を中心に、また、食堂では、じゃこ天やしめ鯖などのリーズナブルな食材を、盛り付けるなど、様々な場面に応じたバラエティ豊かなメニュー作りが、可能となる。松山寿司は、 もぶり寿司とも称されることがある。これは、混ぜ込むことを、松山地方の方言で、もぶすあるいは、もぶると呼んでいることに由来している。稀に、この、もぶり寿司と、もぶり飯を混同している例が見られるが、もぶり飯とは別名、おもぶりとも呼ばれ農飯器などにご飯とおかずを混ぜて、食べる、簡易食を意味しており、もてなし料理であった本校の松山寿司とは全く、別の料理である。 天平、坂の上の雲。産経新聞。松山の代表的な郷土料理伝えたい。味松山寿司。松山市。参考ライトライフ。平成20年1月号。四国電力。2008年。参考 AB。週刊読売。昭和40年7月4日。株式会社読売新聞社。四国旅マガジンガジャ。ナンバー03に。 株式会社 SPC、2007年、51校、柴良太郎、坂の上の雲、文芸春秋、文春文庫、1999年、181校、大河内秋屋編、和田茂激、食いしん坊式、ACC、1989年。高浜巨子、四季と漱石と私、野間正一、1973年、96ページ。 田中隆史丹、富田理通、柳原民夫、南一郎、三井清座談、昭和45年2月7日、大河内秋夜編、松尾康明、松山の俳句と食べ物、ACCE、1989年、もぎたてテレビ10周年記念号15号、2001年、川藤壁五島、三千里。 伝えたい味新しい味松山の味松山市食生活改善推進協議会2001年7校を松山2013ジャニュアリーボリューム12松山市2013年3校ありがとうございます